静岡地裁で行われているいわゆる袴田事件の再審公判が結審しました。検察の死刑求刑に対して弁護団はまたしても冤罪を作ろうとする極悪非道の論告だと批判しました。発生から58年、再び節目の日を迎えました。今日決心する見通しですけれども、今のお気持ちどうでしょうか。まあまあ普通に平常心でございますが、裁判にも慣れたもんで普通でございます。再審開始から今日までは長かったですか、短かったですか。やっぱりね、この1年は長く感じましたね。実際に動いてるってことでね、58年、まあ、戦ってますが一番長く感じましたね。岩尾はね、今日はね静岡行ってくる、これ今日でおしまいだでねって言っといた。まあ裁判だでとは言わんでね、静岡行くの今日でおしまいだでね、夕方帰ってくるでねって言ったら、あ、そうちゅせた取材対応を終えると静岡地裁へと向かいました。午前8時40分です。一般傍聴席の抽選整理券を求めて多くの人が並んでいます。ちょうど今整理券の交付が始まりました。注目度の高さが伺えます。いわゆる袴田事件の再審、やり直しの裁判、今日15回目の公判で全ての審理を終えるとあって傍聴席を求める多くの人が。もしもう冤罪だっていうことだったら、とてもなんだろう、簡単な話じゃなくて、なんでこんなに本当に時間がかかったのかっていうことを本当に知りたい。26の傍聴席に対して224人が訪れました。午前10時25分です。多くの支援者に見送られながら、ひで子さんや弁護団らが静岡地裁に入ります。笑顔を見せながら裁判所に入ったひで子さん。今日は意見陳述が予定されています。岩尾の裁判ですので、岩尾の言いたいことを申し上げるつもり。1966年、旧清水市で味噌会社の専務一家4人が殺害された事件。逮捕されたのが元プロボクサーで当時30歳の袴田巌さんです。1980年に死刑が確定しましたが、袴田さんはこれまで一貫して無実を訴えてきました。午前11時に始まった今日の裁判。今回の再審公判で初めて検察側が被害者夫婦の孫の意見陳述を読み上げました。母は事件を忘れられず精神的な苦痛を受けました。本来は何不自由ない人生を送るはずでした。母を犯人視する書き込みもありました。一度に4人の家族を失った被害者の恐怖や悲しみがどれほどのものか人様にわかるでしょうか。当時の証拠を再度調べて真実を明らかにしてほしい。その後検察側は論告で、犯人は被告人で金品を得る目的で犯行に及んだ、5点の衣類は犯行着衣であり、いずれも被告のものと主張しました。被告人が作業スペースだったタンクに犯行着衣を隠匿するのは自然なこと、5点の衣類を捏造とする弁護側の主張に合理的な根拠はない。そして被告人は33年余り死刑囚として身柄を拘束され、訴訟能力の観点からは心神喪失の状態と認定されているが、身柄拘束等の事情は量刑事情を何ら変更させるものではない。被告人の在籍は誠に重大、死刑に処すのが相当と思量する。
袴田さんに再び突きつけられた死刑求刑。これに対し弁護側は、5点の衣類は捜査機関が捏造した証拠などと検察側を強く非難しました。検察は岩尾さんについて、合理的疑いのある証拠もないのに、またしても冤罪を作ろうとする極悪非道の論告を行った。主任弁護人の小川弁護士は最終弁論で、再審公判が始まって7ヶ月、岩尾さんの無罪が明確になった。岩尾さんが無罪であるという事実は誰も動かせない。袴田岩尾さんは無罪ですと述べました。発生から半世紀以上が経ち、大きな節目を迎えている袴田事件。姉秀子さんは、袴田さんが獄中から家族に宛てた手紙を抜粋して意見陳述を行いました。立ち上がっても投獄されればもはや帰れない、もはや正義もない、声の限りに叫びたい衝動に駆られてならない、そして胸いっぱいになった真の怒りをぶちまけたい、お母さん遠からず無実を立証して帰りますからね。判決は9月26日に言い渡されます。